これは中東の現代の紛争一覧であり、中東として知られている地理的及び政治的地域の国で起きた紛争を掲載している。中東は伝統的に肥沃な三日月地帯、レバント、ナイル川、デルタ、アラビア半島、アナトリア半島、イランの近隣地域と定義されている。現在中東地域は、西はエジプト、トルコ、キプロス、東は、 イランとペルシャ湾、北はトルコとイラン、南はイエメン、オマーンに至る。A. サウジアラビアの統一。B. トルコ革命。C. イラククルド紛争。D. 第二次世界大戦。F. 中東戦争。G. 北イエメン内戦。H. レバノン内戦。I. イラン革命後の国の安定化。J. イランイラク戦争。L. 委任党治療パレスチナでの周波紛争 M エジプト危機 N シリア内戦 O イランイスラエル大理紛争ありがとうございます